四郎探偵小説作家の詩一探偵小説作家というもの私はこれから露木智也という亡き友の死の真相を物語ろうもし本名を言っても分からなければあの英国の探偵小説作家 コナンドイルの名をもじってドイ・コナンというペンネームを持って世に知られた青年探偵小説作家の死の真相を正しく言えば死の真相と信ぜられるところを明らかに記してみようと思うのである無論これを記すのはこの事件が極めて珍しいものでおそらく読者の好奇心を幾分なりともそそるだろうと信じられるからなのだが 一面において今の世にあまり知られざる探偵小説作家の本当の赤裸々の生活を発表したいからなのだそう最も忠実な内面的の生活だ彼らの本当の性格をここにはっきりと他に知らせたいのだ私はもとより一雑誌記者に過ぎないけれども 探偵小説作家にはかなりの知恵があったしまた図らずもある書類を手に入れたのでそれによって最も正確にこれを記述し得るのである世に探偵小説作家の実生活があまりに知られていないのは不思議なくらいである彼らがいかに実際上怪奇な趣味を有しいかに変態的な生活をしているかかつまた 平成犯罪というものを書き続けているせいかいかに犯罪というものの前にかの神経がもしくは良心が鈍くなっているかけだし驚くべきものがあるのである私の信ずるところによれば探偵小説作家というものは決して偶然に出来上がるものではない彼らは他の職業を取ることができないのだ言い換えれば彼らは 犯罪というものと縁を切っては暮らすことができない人たちなのであるすなわち本当の犯罪人になるかまたは犯人を追う警察官になるかもしくは探偵小説作家になるかという人々によって成立している一群なのだ彼らはその各犯罪によってわずかに自分が犯罪人たることを免れている 彼らはそれによってようやく自分がおかしそうな犯罪の衝動をごまかしているのだちょうど青春期の人々が性の衝動をある想像によってわずかにいぶしているようにこういう人たちが実際犯罪を行ったとで、何が不思議だろう私は世の人々が彼らをいまだかつて一度も実際の犯人として疑ったことのないことを 不思思議だと思うのである一体小説の読者というものは作中の人物すなわち作者という風に早飲み込みをしたがるものだところが探偵小説を読む人は決して作者をその中の犯人とは思わないまさかと考えるまさか実際に作者が人殺しや泥棒をしているのではあるまいと考える従って 探偵小説には作者すなわち主人公というイリュージョンは起こらない諸君は探偵小説作家にごまかされてはならない諸君は普通の小説を読むときに作者は作者作中の人物は作中の人物とはっきり区別ができないくせにどうして探偵小説の中だけでははっきりとこれを区別するのだなぜここで 一歩踏みみ出してて疑ってみないのだある探偵小説作家がある犯罪を実際行った場合彼らにとって最も安全な逃げ場所はどこだろう言うまでもなくその犯罪を大っぴらに探偵小説の形で告白することではないか世の人々は実に簡単にこの欺瞞にかかってしまうのだ諸君は 分断の巨匠と仰がれている白崎氏の「青と赤」という小説を読んだことがあるだろう白崎氏は探偵小説作家ではないけれどもこの小説は極めて探偵小説味を多分に持っているそしてこの小説には死一流の危機人に迫る名文で次のような話が書かれている作者 A は友人 B をモデルにして B という人物をその作中に書くところがうっかりして B のことを B という本名で記したその九段の主人公 A は明らかに作者 A と人に見られる立場にいる従って B が明らかに B となっている以上作中の A 対 B は実際上 A 対 B の関係だと世間に知られうるありさまとなる ところで A は自ら B を殺す動機を持っていることを作中で明瞭にしているこの辺りは例の名文でどうしても A が B を殺すことが当然のように書かれている言い換えればもし事実上 B が死ぬか殺されるとすれば犯人は必ず A すなわち A だと C せられるようになっているさて A は B のことを B とうっかり書いて非常に後悔する今もし B が殺されたら必ず自分が疑われるだろうまたもしここに自分を恨んでいる人間がいたとしたら今必ず B を殺して自分に嫌疑をかけさせるだろうこう彼が恐れているところへ実際 B が死体となって現れ 自分は果たして恐れたとおり被疑者となってしまった以上が青と赤に書かれた筋だがあるいは多少違っていたかもしれない私はこれを読んだ時なぜかこの逆のストーリーを頭に浮かべてみたすなわち作者 A が本当に B を殺すつもりである彼はその筆を利用して小説を書くその中で 明らかに A が B を殺すのだ。しかし、て後 A が B を殺したとしたら、世間は本当に A を疑うだろうか。必ずまさかと考える。したがって、無論疑いは少しも起こらず、A はまんまと責任を逃れるという筋の作だ。犯罪小説の対価が。 決して犯罪を行う者だとは疑われないことは、あの戦律の作者白崎氏にしろ、また人獣の作家戸川半歩氏にしろ、一回だってその権威を受けたことがない事実によっても明らかである。諸君、私は今までに、実際探偵小説家で、かような恐ろしい計画を立てた人を、二人まで知っている。 一人の作は実際世に発表された他の一人のは偶然私の手に入ってついに今まで発表されずにしまったここまで語れば諸君はあるいは推察されたかもしれないその発表された作とはすなわち白根藤一郎の探偵小説作家の犯罪一辺であるそしてついに発表されなかった作とは すなわちきとも也の手になるもので不思議にもこの題名が探偵小説作家の死というものである私はこれらの作と現実に起こった事実とをこれから簡単に記してみようと思う二事実の推移 昨年の3月15日のバツバツ新聞の夕刊には次のような記事が出ている探偵作家の自殺探偵小説「青白き雨父の犯罪を世に問うて」て画前探偵小説会に登場した青年作家土井コナンこと露木智也氏29は本日午前7時ごろその住居たるバツバツ区バツバツ町探偵作家白根東一郎氏 肩の開花8条の間においてピストルで右膜部を置いて死体となっているのを発見された急法に接し抜々署より直ちに係官医師ら駆けつけたがすでにいかんとも手の暮らしようがなかった死体は本日中に大学で直ちに解剖に付するはずである同志の死が自殺であることは明瞭らしく 先輩白根氏に宛てた遺書もありその遺書には作家としての自己の苦問が記されている模様である露き氏は白根氏の名を慕って同家に弟子として入り主樹指導を受けていたもので支持していた白根氏が戸川半歩相良三郎らとともに探偵小説会第一線の日となることはすでに人の知るところであるしかして最近白根氏の某紙に発表した 探偵小説作家の犯罪はちょうど露木氏をモデルに取り扱ったと思われるものでありしかも同家において殺人の行われる模様を記したところもあるがさすがに小説には死体を平気で取り扱う白根氏も現実の自分の家で死体を見せつけられてはいい気持ちもしないと見え近々引っ越したいと記者に語った以上の新聞記事で明らかなように露木智也は 昨年の3月15日の月日朝、先輩の白根藤一郎の家で死体となって発見されたそして解剖の結果も他殺とは認められずことに原稿紙に記した本人の手になる遺書が出てきたので全く自殺と認定されるに至った当時詳しく報道されたところによれば露木は布団の中に潜って右手でピストルを持って 自ら額に当てて一発の弾丸で絶命したものらしくピストルはかねて距里から上京する途中御神業にとて求めたもので床のそばにその皮袋が置かれてあった第1の発見者は白根氏の妻で同人は2階に主人と共に寝ていたのだが朝早く開花の台所に行こうとして8畳の間が半分ほど開け放されているところから中を見ると おびただしい血が流れているのを発見驚いて2階に上がりまだ寝ている主人白根氏を起こしたものであるなお後に参考になる事実を記すと次の通りである白根藤一郎は妻良子と2人暮らしで子はない女中もおらずただ露木智也がそこにいわば弟子として入り込んできただけでつまり白根家には 人人の人間だけしかいないな白根は酒を飲まないがタバコを好む露木はタバコも酒も好み現に死体解剖の時も胃中にはその痕跡が認められた白根は数年前から重い配管にかかっていたそしてかなり激しい程度に達していた今春彼がそのために死去したことは諸君の知れる通りである 彼は昨年中わずかに探偵小説作家の犯罪と他に短編2つを発表したきりだった白根は不眠症にかかっていたしかも強度の不眠症で数年前から激しい睡眠薬の力を借りてようやく眠ることができたそうして最近ではよほど多量の強い劇薬を用いなければ眠れなかったらしい津雪が死んだ当夜も、 彼は数種の劇薬を用いて収拾したしたがって妻の良子が夫を起こさなければおそらく昼頃までは床についていたと想像される露木の死体の発見された前夜すなわち3月14日の夜一番早く収拾したのは露木で白根の語るところによればそれまで露木は何か書き物をしていたが11時頃ちょっと郵便を出しに行き30分ほど経って やや酔って帰り直ちに収傷した次に収傷したのは白根涼子で彼女は12時頃2階に眠り白根はいつもの通り夜2時頃薬を飲んで寝たそうである白根夫妻はそれから熟睡したと見え開花でピストルの音がするのを全然知らなかったそうである解剖の結果露木の絶命時間は発見より約4時間以内で すなわち午前3時頃だろうということだった白根の妻良子は老いた母親一人を郊外に一人置いているので時々泊まりに行くことがあることに白根が夜中執筆する際などはその許しを得て泊まりに行く大抵1か月に一度くらいだったそうであるゆきは無論独身であったしかし人には秘密があるものだから どこでどんな女性と懇意になっていたかはわからない露木の遺書は先に言ったごとく原稿紙に書かれているものだが次のようなものであった「自分は行き詰まったまだ老いたとは思わないがすでに衰えを感じる作家として自分の勢力を出し尽くしてしまったくらい惨めなものはないだろう」しかも自分は、 ちょっとも遅れてはならならいのだ。右にも左にも敵がある。最も近くに最も力強い敵がいる。そしてその故に対して自分は何という無力な存在だろう。かくして生まれたことの悲しみを感じる。我破れたり、これただ一言この世に残しておきたい言葉である。ただ、 自分をして最後の決意をなさしめた直接の動機は他にあるこれ言うには忍びないただ言う自分は欺かれたのだ裏切られたのだった女を信ずるなかれこれが最後に残したい一言であるご覧のとおり極めて短い抽象的なものであった わずかに伺う,うべきものは作家としての苦問と恋の破綻であるが後者についてはこの遺書を世に紹介した白瀬氏すら全く知らぬと言っているため全く世間にはわからない敵というのはおそらく仕事の上の競争者であろう各界することが最も自然ではないかと思われるこの遺書は封筒に入れて露木の枕元に置かれてあったものである さて、以上で大体あったことを記したつもりだがなお詳しくは二つの作品を紹介する際に一つ一つ宙を加えて説明していきたいと思う3探偵小説作家の犯罪白根藤一郎の作った探偵小説作家の犯罪は諸君も知られるごとく 昨年のバツバツの4月号のののを飾ったものである。バツバツの4月号は3月の10日頃に発行される従って白根がこれを完成したのは少なくも2月中でなければならないつまり探偵小説作家の犯罪を作家が執筆したのが昨年の2月これが発表されたのが同じく3月上旬しかして露木智也が死んだのが 同月14日の夜半ということになっているこれだけのことをまず頭に入れておいていただきたいところで探偵小説作家の犯罪とは次のような小説であるここに寺井康夫という探偵小説作家がいる数年前から司会に名をなして立派に第一線に立っている男だしかるにに最近になって 非常にに自分で全てててきたことを感じている。健康も無論良くないことに肺に疾患があって甚ははだしく疲れる咳は出るし寝汗をかく一言にして言えば全く自分の体に信用が置けなくなっているこの状態に持ってきてさらに悪いのは頭が働かないことだペンが走らないことだ 同じ第一線に立っている他の作家が盛んに試作を発表するにもかかわらず自分だけは全くスランプに陥っている彼は毎日の新聞を見るのすら避けたそこには必ず彼の仲間が堂々と作を発表していることが報告されているこうやって自分一人が取り残されてゆくのかと思うと彼は時々床の中で人知れず泣いた などという描写が至る所に出てくる。この苦しみのためにますます彼は進めないで、非常な神経衰弱に陥り、毎晩劇薬を飲まねば眠れぬという状態になっている。こういうサッ作家寺井は、妻と二人で東京の近郊にいるのだが、ここへ山地三郎という青年が飛び込んでくる。ただ同郷の青年というだけの縁でやってきたのだが、この青年が、 自分が書いた探偵小説の原稿を見てくれと言い出す寺井はちょっとくすぐったい気持ちになった自分のような人間をいまだ先生と慕ってくるものがあるのだこう思って好意を持ってその申し出を承諾したしかし彼は山路と名乗る青年の原稿「白き雨」という一辺を読んで実は恐怖を感じた 実に素晴らしい傑作だ。探偵小説界はこぞってこれを迎えるだろうこういう人間が自分のところへ弟子んというくすぐったいなだろうとしてくる彼は喜んだそうして早速ある雑誌に紹介した山路はこれが縁でいったん帰郷したがまた上京して そのまま寺井の家に寄宿することになってしまったこれが小説の描写である「白き雨」の一作は河川探偵小説会にセンセーションを起こした山路は八継ぎ屋に「この罪」という短編を発表したがこれはさらに好評だったこの2編の巨壇のために他の作家は消し飛んだかとすら思われたことに 寺井がそのころやっと発表した迷える人の一片ごときはどうひいき目に見てもこの罪の足元にすら及ばなかったのであるここまでは寺井と山路との関係は至極円滑に運んできたしかし山路の名が上がるにつれて寺井は不安を感じ出す弟子は衰えつつある死をまさに追い越していこうとする 寺井は焦る焦るけれどもいかんともしがたいのであったこの2人の間に一脈の刻印を投げたのは寺井の野原の殺人だった寺井は書けない苦しさのあまりいったん山路が羽化としゃべったあるストーリーをそのまま自分で作ってある雑誌へ発表した山路が今ほどの名を得たのは誰のためだ 俺が苦しんでいる際彼のプロットを一つぐらい取ったって少しも構わないじゃないかと寺井は自分に言い訳をしている一体探偵小説の作家というものは先輩たると後輩たるとを問わず仲間の前で卑しくも自分の思いつきを決して語るものじゃないのだ一旦しゃべったが最後それは 早く書いたものの,所有になるのだしかし反対の場合もある自分と同じようなことを書こうとしているらしいものがあったら少しも早く「俺は今こういう話を書いている」と叫ばなければいけないなどと寺井はこの辺りで大変作家としての心得を書いている野原の殺人はしかし決定的な不和をきたしたわけではなかった むろん山路にとっては不快ではあったろうがけれどもついで熱類という寺井の策がある雑誌に発表されるに及んで問題はかぜん大きくなった寺井は苦しいあまりに山路の「遍路」という策の文章を見ているうちにこれを自分がそっくり取ろうと決心したそうして 最も早く発表されるある新聞社の「週刊××に熱類と題してこれを発表した続いて何も知らずに出た遍路はまさしく熱類の模倣だと評せられ噂されたここで諸君にちょっと注意する記憶なき方々は一昨年の春週刊××に出た人気と×××バツバツに出た迷路との問題を想起されるだろう 前者は白根藤一郎の作後者は露木智也の作しかして前者の発表が後者に先立ったこと約2週間であったどちらもアリバイを使った同行異曲の探偵小説であるさてこの問題は少なくも寺井の家では大変なことになった山路はついに表を正して寺井に食ってかかった寺井は 初めはめ何とかかとか言っていたがしまいにこんなことを言い出す盗んだのは僕が悪いその点は謝るしかし一体探偵小説家なんてものは盗むことをそんなに問題にすべきものだろうか我々が犯罪を常に取り扱っている以上我らは犯罪なんていうことをそんなに恐れる必要があるのかしら僕らは 一般の人と同じような良心を持っていてもいいものかしら本当の犯罪小説は犯罪人的の気持ちがわかるからできるものじゃないか僕の作ったものが今までの名を支持し得たのは僕がそういう人間だからなんだ僕はいつ人殺しをやるかわからない人間なんだよ当たり前の人間だと思われちゃ困るよ若い山路は かえって寺井のために言い伏せられたばかりでなく感心してしまうでたらめを言ってごまかしている気で寺井はふと「それが真実だ」「お前はそんな人間だぞ」と誰かに言われているような気がしたと書いてある寺井はふと思いつきが浮かんで次のようなことを言う「君の話を盗んだ代わりに」 僕が思いつきを一つ言おうちょうど探偵小説作家の話が出たがねその作家が自分の友達の作家を殺すんだねまあ動機は何としてもいいさそこで彼が一番安全だと思った思いつきというのは自分が線からやろうとする殺人の計画をすっかり書いて発表するのさそうして あっさりそのの友達を片付けけるわなななんだだいいいかな君実際の話じゃない小説だよしかし実際そのくらいのことができる度胸がなくちゃダメだね山路はおとなしくこれを聞いていることになっているところでだんだんと寺井は焦り出す山路はだんだんと発表していく山路が進歩するにつれて 寺井は衰えるる。一方である後輩に対する嫉妬先輩に対する戦望、同僚に対する邪推。これらのものが寺井を悪魔のようにしてしまうこの中で一番恐ろしいものは後輩の山町だったついに彼の顔を見ることさえも不安になった寺井はある夜自殺しようかと考えた しかしふとその時どうせ死ぬなら一番の敵をやっつけて死のうと思い返したところが続いて彼はただ敵を殺してみよう本当に人を殺したらどうだろうかえってこのスランプから抜けられやしまいかその時の気分はどうだろうこう考えると目はいつの間にかさえて 自殺の決意はいつしか消え去った彼はそばに眠っている妻の寝息を聞きながら「快下に安らかに眠っているあの青年作家を殺してやろうということに考え入った寺井はとうとう殺人の決心をしたのだ次にいかにして山路を殺すかということになるこのところに ただいる要するに探偵小説によく出てくるいろんな考えだから大して珍しいものではないそこでその点を飛ばして次に行くとこういうことが記されている彼はいかにしてまず嫌疑を免れるべきかという点についていろいろ考えた末ふといつか山路に出任せに語ったプロットを思い浮かべた。 そうだあの方法を取ろう俺が山路を殺すところを先に世の中に発表するのだそうしておいて本当に山路を殺せばかえって世の人は疑わないに違いないよし早速始めようここで寺井は最後の努力をその策に集中する最後の全勢力を傾けた彼の策は ついに出来上がったこうして探偵雑誌バツバツに発表されるその小説の題名は「探偵小説作家の詩」と称するものであったその小説の内容は次の通りだここに探偵小説作家山崎伊之助という男と新進探偵作家木下茂という男がいる。 山崎が木下の先輩で、二人は同じ家にに住んでいる。二人はは独身だ。山崎は先輩だけれども実力の点において後輩木下に追い抜かれ始めたそれで山崎は焦りに焦るが到底追いつかぬクわうるに健康が衰え始めるそこへ2人はある女性を中心として恋愛の安頓を始めた 結局勝利は若い木下のものとなりそうになるのでついに山崎は木下を殺す決心をするそこで彼はその方法として探偵作家らしい思いつきに達するすなわち木下を実際に殺すに先立ってある探偵小説を発表しその作中にあたかも山崎と木下との関係と同じものに違いないと一般に思われるような人物を書く そうしておいて本当に木下をやっつける考えなのだそこで山崎は最後の頑張りで一作を作るそれは探偵小説作家の犯罪と名付けられるさてその件の内容として二人の探偵作家が現れる戸田青蘭と池田一郎という人物だ戸田が先輩で池田が後輩である この2人は共に独身で同居しており仕事の上の競争者であるが今では後輩の池田の方が戸川をしのいでいるそれでとうとう2人の間に暗闘が起こるクアウルに恋愛事件が起こってとうとう戸川は池田を殺す決心をするその方法をいろいろ加えた挙句、ここに探偵小説作家らしいことを彼は考え出すすなわち 自分のこれからやろうとする犯罪を創作の形で世の中に発表しようというのだそこで戸川は「探偵小説作家の死という一編を書いて世の中へ出すこの小説は二人の探偵小説作家の争いを書いたもので関次郎と渡辺正という二人の探偵小説作家が書き出される諸君 この辺りを詳しく述べることはいたずらに諸君の頭を混乱させるばかりと思うから私は簡単に言ってしまおう戸川の作中の作探偵小説作家の死の中では関次郎がついに渡辺忠を殺してしまう山崎の作中の作探偵小説作家の犯罪の中では戸川征蘭がついに池田一郎を殺害するしかしていずれも予期した通り うまく謙義を免れることになっているそうして寺井の作中の主人公たる山崎伊之助は見事に木下茂をやっつけてしまうのである無論全然謙義をかけられないさて寺井康雄のこの作はついに発表された。 いかにして山路三郎をやっつけるかということばかりが残れる廃台である彼は山路を殺して自殺したと見せかけようと考える自殺の動機なんていうものはそうはっきり外面に分かっているものではないだから山路が自殺したからといって反対に他殺だろうと思われるはずはないその上遺書が出れば閉めたものだしかし義室は絶対にいけない どうしても山路自身にペンを取らせて遺言を書かせなければならぬいかにして書かせいかにして殺人を決行するか以下犯行の日のありさまを小説の中からそのまま抜いてみようその日夕方から寺井の妻は里に病人ができて泊まりがけで出かけたあとには寺井と山路がたった2人残されているきりだ 暗くなりかける頃から空模様が怪しくなって雨と風度が東京一面を襲い出したものすごい番だ寺井はふと山路を書斎へ呼び入れた君ねすまないけれどもちょっと書いてもらいたいものがあるんだけど実はさっきから短編を書いているんだが肩が凝っちゃってね君やってくれるかいよろしいとも。 僕今何もしていないんですから紙はこの原稿紙から書き出すんですねそうペンはここにあるいいかい読むぜ書いてくれたまええああ初めの行からぶっつけて書いてくれたまえよ寺井は目をつぶりながら次のように読む山路は一時一時筆記していった 自分は疲れた。もはや一歩も進めない世間が自分を思ってくれているより自分ははるかに小さかったのだたったひと言この世を去るにあたって「何です遺言ですか?」がああ 僕みたいななんが死ぬところなんだよ。ある作家が死ぬ場面なんだ続けてくれたまえたったひと言これはまずいなそこを棒で消してくれたまえ世を去るにあたって何ら言うべきことはないただひと言そうだ恋愛の動機がいいかもしれないな あったかなかったか誰にもわからないからねただ一言最後に記す人よ女性を信ずるなかれ彼らを決して愛するなかれそこで君何行くらいになったろうまだいくらにもなりませんよ第一これだけじゃあまり簡単ですななんとかありませんかね山路は それが自分の遺言となるとは知らず至極無邪気に聞くのであった君すまないが一つ助けてくれないかつまり何でもいいある作家が仕事に行き詰まったと同時に失恋して死ぬという遺言なんだが一つ作ってみてくれないか歳はいくつくらいなんですそうまあ君くらいの男としてだね考えてみましょう 山路が下の部屋に去ったあと寺井は山路を殺す方法を考えながら変な緊張みを持ってたった一人伝統を見つめていたしばらくして山路が一枚の原稿紙を構えて上がってきた先生文語でもいいでしょちょっとひねって文語にしてみました彼の手から渡された遺言は次のようなものだった。 世はすべてに絶望せり世は破れたりすべてに今にして我が死の動機を尋ねるなかれ、その理由を言うだに世は血類にむせばざるを得ず世はただ目前にふんぼが我を向かうるを眺むるのみしかりふんぼに対して世はこの数か月相対したりいかにかして 光が視界から遠からんと幾度かむなしき努力を続けたりしかれどもすべては無意味なりき世は世のあまりに我を迎えすぎたるを今にして悔やめり死にゆく今我何をか言わんただ一言次の語をもって決別の字にかえんとす青年よ、あまりに早く生命をえんとするなかれ 生命はやがてその身を滅ぼすものなればなり青年よ女性を信ずるなかれしかして彼らを決して愛するなかれどうも前後が分かりませんからねこんなところで寺井はその紙幣を持ちながら山路に行ったいや結構結構十分だ。 ところで、この主人公が首をつって死ぬんだがね。その形がわからないんだ。それを書く必要があるんだよ。むろん、君にぶら下がってもらわないでもいいんだが、ただ、首に紐を巻いて立ってみてくれないか。この不気味な申し出を、山地はちょいと驚いて聞いていたが、すぐに承諾した。下の台所のところに縄がある。一緒に行ってみようよ。 た外は嵐が吹きすさんでいる寺井は台所の上げ板のちょうど上に縄を引っ掛けるに都合のよい木が出ているのを知っている寺井はかなり丈が高くてそこに立つとちょうど木が頭の辺りに来るのだったが今山路を立たせてみると頭の上にこれが来ることが分かった。 仮にこの木にぶら下がっていたとするんだがね縄の具合がどうなるかしら山路はこう言われてそばにあった縄を取って自分で首に巻きつけているやがて寺井はそれを取って背伸びをしながら上の横柱にぐるぐると巻きつけたどうも具合が分からんねえしかしこの声の中には 隠しきれぬ興奮が感じられた山路が不安そうに「本当にそこへ縛るんですか?」と叫んだ途端寺井はいきなり山路の立っている上げ板を2枚跳ね飛ばした昼のうちに中のものをすっかり出してある箇所を強く蹴るとすぐにはね飛ばせるようにしておいたのだそれと同時に寺井は、 必死に首の方に上げようとする山路の両腕を押さえたそしてかろうじて三の端にかけようとする彼の両足を蹴って跳ね飛ばした行き詰まるような数秒だった両腕の闘争がまず緩んだバタバタとしてかかりを必死で求めていた両足が力なくぶら下がってきたこうやって完全に は山地を殺したのである。彼が最も注意したのは両腕を押さえている間に自分の重量を相手の体にかけないことだった2人の重みで縄が首に食い込んだとすればその深さによってこういうことになれた賢治に一目にしてカ破されると思ったからであるたった一つまだしなければならないことがあったそれは。 この不自然な首くくりを正規の首くくりの位置に直すことだったいくら変わった男でも竹の立つところに立って揚げ板を跳ね飛ばして死に得るものではない苦しきのあまり足がどこかの端へ届くであろうから寺井は踏み台を持ってきたそして全身の力を込めて柱の縄をほどきそのままの形で一着ばかり上へ持ち上げて ちょうど1尺ほど上に横に平行している柱に縛りつけたこうすると山路の死体の足の先が床から78寸ほど上がっているつまり山路は踏み台を持ってきてここに上り上の柱に首を縛って踏み台を蹴ったことになる寺井は板を元どおりにしておき横に踏み台を倒してそっと上に上がった それから咲の衣装を死体の懐中に入れておいて激しい睡眠薬を飲んで芯についたかくして寺井の犯罪はうまく行われ山路の死体は翌朝10時ごろ帰ってきた妻によって発見されるということになっている万事は寺井の思い通りに進む出張の係官はまず遺書に間違いのないことを認める次に 遺体が不自然でないということになってついに山路三郎は自殺ということに決まってしまう世の中なんて甘いものだと寺井は感じた彼の前に夜明けが広がったような気がした俺も山路も探偵小説作家の死の中で死んだんだこれから生まれ変わって仕事にかかろう 白根東一郎の小説「探偵小説作家の犯罪は」は以上をもって終わっているのであるこれに対する私の感想は最後に述べようと思う4探偵小説作家の詩不思議にも白根東一郎の作と題名が似ているしかも白根の作中には 二度までこれと同じ名が出てくるが露木智也の原稿についてはこれを紹介する前にちょっと付け加えておかなければならないことがあるそれはどうしてこの作を私が手に入れたかということである私は先に露木智也が死ぬ前夜郵便を出しに行ったと語ったすなわちその郵便こそ私に宛てたもので私はその頃からある雑誌社に勤めていたのでその手紙には 先にお送りした小説の後半が出来上がったから明日でも使いをよこしてくれという意味が書かれているこれによって察せられるごとく私はこれより先彼からある探偵小説の原稿を受け取ったのであった読者よ事実をはっきり記憶していただきたい私が彼に寄稿を依頼した期日はその年の1月いっぱいということだった 期日が来ても一行送ってくれるので矢のごとくに催促するとちょうど二月半ばになってともかくも半分まで書いたから送ると言ってきた原稿がここに紹介する探偵小説作家の詩であるところがこれは作の性質上二回にわたって載せるべきではなかったので私はこれを握ったまま後を置いていたわけなのであるしかるに月を越えて三月の上旬になると 白根東一郎の作「探偵小説作家の犯罪」が発表された私の手元にある露木の作は後に紹介するように甚だこれに似ているので私はやや呆然としていたのであったが続いて露木の死んだ日に彼から手紙を受け取った急いで使いをやって初めて彼が自殺したことを知ったのであるしかも色々いろいろな原稿が発見されたにもかかわらず ここに挙げる小説の続きはついに見いだされなかったかくしてこの小説は長く未完成となってしまったのであるところでこの小説の筋は次の通りだ二人の探偵小説家がまず書き出される読者よ諸君は二人の探偵小説作家という文句に何度悩まされることだろうその点は十分お察しする しかしもう少し我慢してこの文句に対していただきたいすでに大価の列に入っているのは児玉右吉という三十四になる男だ彼は最退者であるここへ同郷の青年藤田保二十九が訪ねてきてその力作を発表してもらうことを頼む児玉は快くこれをある雑誌に発表してくれるこれは 青き空という作であるこれは意外の好評を博し彼は続いて「父の死」という作を世に問うこの時分から彼は児玉の家に帰職することになるこの第2作もさらに好評を博した自分の作がこうまで順調に進んでいくとは藤田自身も考えなかったただ 探偵小説というものが一向に批評の論壇に上がらないことは遺憾だけれどもなどと藤田は鬱憤を漏らしてはいるがしかし相当得意なことははっきりと書かれているその頃から児玉は健康を害し甚だしき神経衰弱にかかるそうして不眠症に悩まされしまいには劇薬を用いてようやく安眠し得るようになるそのうちに 小島とのことに妙な関係が生じた藤田はこの頃になって妙な気持ちを児玉に対して持つようになった初めはただ尊敬する先輩ということだけだった彼が尊敬したのは無論児玉の生命とその実力だったところがこの頃ではその性格から一種の圧迫を受けるようになってきたのだった彼がそれを第一に感じたのは 小説「灰色の犯罪」を児玉がバツバツに発表して好評を得た時だったその作は実は藤田の頭の中で出来上がっていたものであってかつて先輩児玉に語ったところのものだったいわば弟子とも言うべき自分の作をそのまま盗んで平気でいるところのだ玉を相当な不快さで藤田は眺めたのである 先生、あの灰色の犯罪は僕のこないだの話でしょああそうさこう答えて平然としている児玉の顔を藤田はむしろ呆れて眺めたのだったけれどももっと激しく彼を動かしたのはその次に児玉が発表してその蘇生を世に感じせしめたところの「滑路」という小説だったこれが出た時 藤田は実に驚いたのであるこれこそ全くの窃盗品だった藤田はちょうどその頃「郷愁」という一編をある雑誌社に出したその前に文章のまずいと思われる点を直してもらうために児玉に見せたことがあったそれをそのまま児玉が盗んだのである制作の時は藤田が先であったが発表されたのは児玉の作が先だった したがって藤田の作はかえって活路の模倣だと見られたこれは卑しくも作者にとっては忍べからざる不名誉であり名誉毀損であった今度は黙っておられなかった藤田ははっきり児玉に抗議を申し込んだところが児玉は平然として少しも驚かなかったあっけに取られている藤田を前に置いて 児玉は言をあげるなるほど、盗んだのは僕が悪かったかもしれない。しかし、一体探偵小説作家なんてものは、そんなことは平気でいいのじゃないかしら。僕は生活すなわち作品だと考えたすらいいと思う。いいな、それが本当の犯罪小説作家じゃないのかね。君は盗まれたことをぐずぐず言っているが、君は。 盗むこととは悪いと思っているのか人殺しに戦慄しながら人殺しの話を書くのかいそんなのは僕は感心しないな人殺しを現実に味わいながら書くのでなければダメだね僕の作が受けるのはそこなんだよ僕はこんな美人を殺したいなと思いながら美人を作中で殺すんだここで この男の胸に単純をぶち込んだらどんなだろうと胸をとどろかせながら犯人にぶっぱらさせるんだ君にはそんなことがわからないのかい一言で言えば世間的の良心を捨てるんだ犯罪を全て中心にするんだもっと早く言えば悪魔に魂を売るんだよと小玉が言う。 言い訳だ言い訳だと思いながらいつか藤田はその先輩の言うことにある暗示を受け始める一旦これを耳にすると全てだ玉の言うことが本当のような気がする今まで自分のやっていたことが全く平凡に見える自分の作中の犯罪がことごとく嘘のような煙のような気がしてきたそうだ悪魔に魂を売ろう 何でもやってみせる。そうして犯罪の恐怖に本当に身を震わせながら筆を取ってみようとうとう青年藤田保は児玉のためにそういう決意を固めてしまう彼はがぜん世の中を別な目で見始めた彼の最も近くにいる人間はどうしても児玉夫妻だった 彼はまずこれらの人間に対して何かある種の犯罪を行いたくてたまらないという衝動に駆られ始めたこう考えた時ふと彼の頭に上がったのは児玉の妻のことだった人妻を奪うなんという恐ろしいことだろうしかしまたなんという快き旋律だろうふとこう思いついてから彼にとって児玉の妻は 急に今まで見ていた女と別な女性に見えてきた無論今までだって若い彼にとっては豊満な肉体の所有者である児玉聡子は確かに一種の魅惑だったけれども今までは彼女は尊敬する死の妻だった指を触れることも許されない神聖な存在だっただから毎日割に親しく話してくれる彼女に対して 彼は弟子として立派に健常な態度をとってきたしかし今やそうではない尊敬すべき死は尊敬すべき大悪魔だ自分は成り立ての小悪魔だ大悪魔の妻を小悪魔がとるなんとそれは快いことではないかいや取り損なってもいいとられやしまいかという憂え顔を大鬼にさせてみることには としては確かに面白いことだよし早速取りかかってやれこう決心すると藤田はその日から態度を変えてと子に対した以前はどこかの女優だった児玉に嫁ぐ前には何がしの妾をやっていたそんな事実が藤田を一層勇敢にした児玉が遅く帰ってくる時など今まででも 寂しいいののでではよくくたにててまししかし今までは自分の仕事もあるのでなるべく早く立ってもらうように仕向けた藤田は今度はそんな時には自分の方から誘うようにした平成でもなるべく2人でこそこそ話をやり始めたまだと子にとっては何らの効果を与えないうちに「こだまには有効に聞き始めた」 児玉は明らかに深いがっているよしやれやれ藤田は目的に向かってまい進したある目的を持って進んだ彼はしかしいつの間にか自分が熱情のシュートとなっていることに気がついたと子と少しでも話していないと同じ家にいるくせに寂しい思いがしたあの唇あの方。 あれに、ちょっとでも本当に触れることができたら藤田の作「獣人が発表されたのは実にこの頃の話であったこの作は彼の今までのものと全く異なったものすごいものである聡子は元来があまり硬い女ではなかったらしいこうやっていつの間にか2人の男女は本当に悪魔になってしまったのだった このころになって藤田ははっきりと児玉の存在を呪い始めた児玉がいなかったらこういうことは恐ろしい考えだけれども毎夜必ず彼の頭をかすめたことなのだった児玉を殺そう自分に悪魔の哲学を教えた師匠に対し自分がいかにその教えに服したかを示そう これは比較的簡単に決心ができた。どうやって児玉を殺すかここにもまた探偵小説によく出てくるいろんな方法が書かれているこのところを飛ばしていくと彼はその第一歩として最も悪魔らしいことを考えたすなわち彼が行おうとする犯罪を探偵小説の形で先に発表する そうして実際に殺人を行うのださすればかえって嫌疑を免れるに違いないどんなバカな犯人でも自分が行う犯罪をあらかじめ広告するということはありえないはずだから藤田はそこで早速原稿詞に対してペンを取るその題名は探偵小説作家の犯罪と名付けられるこの作の中に 二人の探偵小説作家が出てくる私は読者に対してあまりにも悩ましき「二人の作家」という言葉およびこれについての詳しい描写を避けよう一言で言うとこの中に2人の探偵作家が出て一方が他を殺すそのために一方が探偵小説を書くまたしても2人の探偵作家が出て一方が他を殺す その権威を避けるためまた二人の探偵作家が出る小説を書くのだがこの方法はちょうど白根の作と同じなのだただ白根の作の中では常に先輩が後輩を殺すことになっているが梅雪の作中ではちょうどこれと反対で常に後輩が先輩を殺すということになっている それで探偵小説作家の犯罪の中では探偵小説作家東英一郎があらかじめ探偵小説作家の死という殺人小説を発表しておいても先輩探偵小説作家ワニザワハルミツという人間を殺して誰にも疑われずに嫌疑を免れるという筋であるこのことだけ言っておいてさて原文に立ち返ろう藤田の作 探偵小説作家の犯罪はついに発表された彼の犯罪の第一歩は踏まれたのである次に彼はいかにすべきか藤田は児玉を殺してそれに自殺を装はしめようと考えた殺人の方法は極めて簡単である児玉が激しい不眠症にかかっている関係上劇薬は常にうちに蓄えてある しかも患者自身がそれを調合することを絶対にしないようになっている関係からしてこの薬を取り扱うのは常に児玉の妻と子かまたは弟子の藤田に限るのだしかしてこの事実は全然世間に知られていないしかしてこの薬は水薬だから量が増えても飲む時ちょっと味が違うくらいしかわからない従って藤田が 激しい寮の劇薬を児玉に持って殺したとしても彼が殺したと誰が思ういわんや児玉自筆の遺書が出てくるにおいておやもし疑うものありとせば聡子であるしかし聡子は自分と相愛の人だ女は恋人を決してかかる場合に訴えるものではないいいな 場合によりてはあらかじめ里子を犯罪の仲間に入れておいてもいい藤田は自分に殺人鬼になれと教えてくれた師匠児玉をまず血祭りにあげることを考えて妙な喜びの旋律を感じたここから数枚飛ばしていくといよいよ藤田が児玉に遺書を書かせることになる先生ちょっとお頼みがあるんですが。 ああ、なんだい。何でも言ってみたまえある男が自殺するんですがねその遺書が難しいので書けないんですよご承知のように今まで僕は作中の主人公に遺書を書かしたことがないんですそれで全く見当がつかないで困ってるんですがそれで一つ先生書いてくれませんかだっていきなりそんなこと言ったって無理だよ 第一、男だか女だかわからないしどういう動機で自殺するのかわからないんだもろ動機なんかどうでもいいんですよありふれたやつですね死ぬのは男です作家はまず先生くらいの歳ですなんじゃあまあ仕事の関係か恋愛を主題にするんだねじゃあこうしましょう僕がちょっと書いてみますから 先生、見た上で別に一ついいやつを書いてくれませんかああよしじゃあやってみたまえうまくできたら僕が書く必要はないじゃないかまあやってみます藤田はこう言って下に降りた彼はできるだけ下手な衣装を書か,かねばならぬそしてこだまに。 全く新しく書き直してもらわなければならないやがて彼が書いた遺書は次のとおりのものであった諸君露木智也の探偵小説作家の死の一編はここまで来てポツンと切れてしまっているのだすなわちあの年の2月に私に送られてきた彼の原稿はここまでで終わっているのである。 さて、私はこれですべて諸君に紹介しようと思ったことを述べたつもりである以下私自身の感想想像および推理を述べてみようと思う、5. 私の推理白根藤一郎の作「探偵小説作家の犯罪と」と 松智也の探偵小説作家の死との2つを並べたところで読者は甚ははだしくその内容が似ていることを発見されるだろうしかして注意しなければならないのは制作の事実もほとんど同じだったろうと推測されることであるすなわち昨年の2月頃に会場と開花においてこの2人の探偵小説作家は 同じようなストーリーを書いていたと考えられる事実であるこの事実は果たして偶然の一致だろうか人生は短く宇宙は永遠である我らの頭脳をもって大自然の戯れを図ることを誰があえて成し得よう同じ時同じ場所2人の人間が同じような小説を書いたという偶然が 絶対にないとは誰が言えようしかもそれが何らの理由もなく起こりうることだって考えられぬことはないはずであるけれども坂白だてを成したがる我々は同じ時に同じ場所で何らの共同の原因もなく2人の作家が全くでたらめな空想を抱いてそれがはっきり一致している場合にそれが全く偶然の一致だとは考えないのだ。 少なくも何らかの理由を見いだしたいのが個人の性能であるしからば彼らは二人で相談し合って同じような作を作りつつあったのか無名作家の間ならいざ知らず既成作家である彼らがそんな辞義をしていたとは考えられないましてや二人は共にその作を発表しようとしたのだ白根の作は立派に発表された もまた発表しようとしていたのだ白根の作が発表されたのは昨年の3月上旬だった露木の死はその月の15日であるしからば露木にしても白根の作が発表されたのを知らぬとは思えないそれにもかかわらず露木はその死の前日さきにも申したようにその作の後半を私に送ろうとしている この事実は何とかいすべきであろうかもしその後半が追加されて私の社の雑誌に発表されたとしたら世間はどう思うだろうかつてこの2人の間に起こされたような模倣問題が必ずや起こるに決まっている相談していたにしろせぬにしろ露木がこの危険を見越してなおかつその策を発表しようとしたのである 何かそこには非常に根強い理由があったのではなかろうかなんらの理由なく同時に同書で2人が同じストーリーを書くという事実は絶対にありえざる場合でないにしても御人はそう考えたくないということは先に述べたしかしてまた2人がそろって仲良く同じようなストーリーを書きっこしたのでもないだろうということも述べたしからば2人は、 全くお互いにに知らずに作ったかもしくは一方だけの作を無論未発表のうちに知っていたかこれは甚だはなはな問題であるある切迫した事情があると仮定すればたとえ彼らの小説に出ているような動機2人が全く独立して知らずに同じようなストーリーを創作していたということは考え得る それから、すでに2人の間には模倣問題を生んだくらいであるから仮に白根の作中の事実を真実だとすれば一方が他の作をそっと見て直ちにその真似をしたのかもしれないいずれにせよ2人が相談して同じことを書いたとは見られない事情にある次にこれは最も重大なことであるが2人の作は どの程度までが実際のことを描写しどこまでが空想であるかという問題である一体小説の中でどこまでが事実でどこまでが空想かということはなかなか読者にはわかるものではないのだがこの場合には2つの作が同時に並べられている関係上その点は比較的容易に判明するのではあるまいかすなわち我々は 2つの小説の中で一致している点だけを最大公約数として摘出することによって客観的事実を推知し得られるわけであるそれをもし偶然の一致と見れば別だけれどもかくして得たる最大公約数は次のようなものである12人の探偵作家が同じ家に住んでいること2 一方が先輩で、で他が後輩輩あること。3先輩は有罪で後輩は独身しかして先輩は甚だしき神経衰弱にかかっていること4一方が他方を殺すという事実5その殺人の嫌疑を免れるために犯人があらかじめ探偵小説を作ってそれを発表するということ 6殺人の後被害者に自殺を予想はしむるということ7そのためにはある方法をもってあらかじめ被害者に遺言を書かせるということ諸君以上の書店を頭に入れてさて現実の事実と比べてみよう白根は有罪の作家である露木は後輩で 白根は常に不眠症で悩んでいる白根は探偵小説作家の犯罪と題する小説を発表した昨年3月15日の朝ゆきはピストルで自殺していたしかして彼の手になる遺書が発見されたのである先に挙げた最大公約数を蘇生せる1から7までのうち この現実の事実に現れていない点はただ第4の殺人という1行だけであるその殺人の動機については2作甚だしく異なるがために全く客観的事実として振るべきところがない白根の作によれば全く仕事に行き詰まって殺すことになっているが露木の作によると後輩は立派に先輩の妻を取っている したがってもし逆に先輩が後輩を殺すとすれば妻を奪われているという奮劇が立派な動機となりうるわけなのである以上に挙げた数点をもって私が「白根が露木を殺した」「しかして露木が白根を殺そうとした」と推測するのは決して無理ではないと読者は考えられるだろうところで しからばどうして露木より早く白根が攻撃をやったかまたどうして彼はその作品どおりに行わなかったか次に私の思うとおりの想像を述べてみたい無論これから述べるのは今まで言った全ての事実の上に立った私の仮説にすぎないのだが以上の事実に基づいて過ほどまで想像がされるものか読者も共に考えていただきたい 私はきと智也は白根藤一郎に殺されたものであると考えるのであるしかしてもし白根が露木を殺さなかったなら逆にゆきが白根を殺したであろうとふかしたい。しからば白根の殺人の動機は何かこの点について私は2つのものを考える。 1> 第1は彼が仕事における嫉妬第2は恋における嫉妬である白根が仕事に疲れていたことは一般に認められている彼が近来ほとんど沈黙を守っていたことは明らかな事実だしかして多くの後輩に追い抜かれていたことも間違いないことに露木がその最も有力な敵であったこれらの点に関して私は 白根の作「探偵小説作家の犯罪中」の事実をそのまま信ずるものである次に露木の探偵小説作家の死の中における貫通の事実も本当なのじゃあるまいかと推測されることに露木が水準以上の美男子であること白根夫人の今までの評判等から押してそう信ぜられる 何故白根がこの事実を小説の中に歌わなかったかこれは言うもつらいことだったのだ覚も汚らわしく思い出すのも嫌だったことに違いないだから白根自身これをわざと避けたのだろう彼は作家としての殺人の動機をできるだけ作家らしくしたかったのだ芸術上の苦しみから人を殺すということは 法律では許されないけれどもジュピターの彼方では許されるかもしれないしかし妻を取られた嫉妬からの殺人では地上では上場を酌量されても天井で長く現われると彼は考えたのだかく考えた彼はこれから一気に殺人の方法に思いふけったのだこれらの点については私は 全部白根の小説を引用してよろしいと思う作家の苦問作家が殺人までの心理描写これらは白根の描写をそのまま読者に伝えるまででいいと信ずるただその上に「涼子の様子が怪しい」否「稲」「露木は確かに良子を奪っている」という言葉を加えれば足りるのである。 いいよいよ彼が殺人を思い立ったのは昨年の1月の末頃であろうそこで白根は2月になってその小説を完成したのであるそれと同じ頃露木もまた小説を発表してから白根を殺すことを思い立った彼の場合においてはその動機については私はその小説そのままを信じていいと思うただついに夫は 俺の行動を発見したらしい「一刻も早く手を下さねばならぬ」という言葉を付加すればいいのだ白根は柵を雑誌社に送ったあとはただ思想を実行に移せばよいのである私の考えるところによればはじめ白根はその柵にある通りの方法を取るつもりだったのだ良子は1ヶ月に1度くらいは 必ずその母のところに行って泊まったのであるからして彼の作中の人物寺井春夫のとおりに事を運べばよかったはずだしかるになぜあんな方法をとったか言うまでもなく彼の計画に狂いが出てきたのだ言いかえれば彼の計算がどこかで誤っていたのである彼の重大な誤算は露木が 同じように自分を殺そうとしているということに気がつかなかったという事実なのだ露木の方でも同じ誤算をしている彼はそれがために命を犠牲にしてしまったわけなのである主樹な理屈を抜いて直ちに私の想像する事実を述べよう昨年の3月まで白根と露木は各自自分らが書いているような動機からして 相手を殺そうとしていたそしてその小説を寄稿した白根の方は早く脱降して送ってしまい露木の方が遅れてしまうさて白根は柵を送っておいておもむろに時期の来るのを待っていた一方露木は全く白根の方のことを知らずに柵を半分私に送ってやはり時期を待っていただから私は 二人が互いに知らず知らずに小説を書いていてたのだと考えるのだ。ところが3月10日頃になって突然白根の作が発表されたこれを見て露木は驚いたに違いない彼は少なくもこれは大変だと考えたそこで自分の方の作を非常に急いで書き続けたのだこの点においては、 帰って立ち遅れただけ露木の方が有利だった彼は少なくも油断ができないと思ったそうして早く実行に移るべく自分の小説を急いだのに違いない私は同じことならなぜこの時露木が今までの計画を投げ打って直ちに白根を殺さなかったかを疑うしかしもしあの時白根が変死をしたとすれば あるいはかえって露木は謙義を受けたかもしれぬ無論露木の作は永遠にもみ消されるにしても白根の発表した作のみから謙義をかけられたかもしれぬしかるに露木は白根の発表作を見ても自分の計画を変えようとしなかった彼はただ急いだのみである3月14日の夜彼はようやく完成して私のところへ手紙を出した 彼が模倣問題などを恐れなかったところを見るとその決意の硬さが思われるおそらくその夜彼は寝る前頃に彼の柵の中の藤田と児玉の間に行われたような会話を実際知らねとしたのではあるまいか藤田のできるだけ下手な遺書というのは諸君実にゆきの遺書として残されたものではないであろうか 私が第二章に記した露木の遺書なるものをもう一度繰り返して読んでいただきたい我々は露木ともあろう者が変に下手な遺書を残していることに気が付くであろう自分は行き詰まったまだ老いたとは思わないがすでに衰えを感じるなどという文句は露木の遺書というよりもはるかに「小玉浮吉」 または「白根藤一郎のそれにふさわしいではないか」「ことにまだ老いたとは思わぬ」などという言葉は二十九の人間が言うとするよりも三十を超えた人の言葉ととらるべきではないかすなわちあの夜露木の遺書と称せられる一編の原稿紙はゆきによって白根に示されたのであるこの詩編を見て驚いたのは白根である 彼はこれほどまでに事情が切迫しているとはは思わなかったのだ。彼は妻の泊まりに行く夜を待っていたまた露木に衣装を書かせる日を待っていたのだ露木にこの紙片を提出された時彼は直ちに事故の危険を感じたに違いない一刻も揺るがせにすべからずと思ったに相違ないと同時に 最も利用されるべき材料をつかんだと感じたのであるさてここで白根がどうしたかこの点はいろいろに考えられるけれどもおそらく白根は露木の言うままにさりげなく遺書を書いてやっただろうその代わりに露木の方の分は自分で取っておいたに相違ない一方露木はまずこれで十分と思って 手紙を私にに出しにポストまで行く。前祝いにでもと酒を飲んだらしい解剖の結果酒の痕跡があったことは記したその夜露木が多量の劇薬を水に混ぜておいたかどうかは私にもわからないけれどもまずそうしたと見るべきである白根はもとより警戒しているその薬を飲むはずはない露木が寝た頃に起き上がる つゆきは白根が自分のかえておいた水薬を飲んだものまたは飲むものと信じて安心して就寝する酒がこの際事に眠りを誘ったであろう起き上がった白根はつゆきのところへ降りてゆくつゆきの寝入っているところに忍び入ってかねて知っていたピストルを取り出して床の中に突っ込む 音の漏れないように布団をずっと引っかついでおいて寝ている露木の右手にピストルを持ち添えてこれは一瞬間のことだから相手が目を覚ましても構わない右楽部めがけて一発発射するこれで簡単にことは終わってしまったのであるそれから彼はそこら中を探して さっき彼が露木に書いてあった遺書の原稿を見いだしてこれを破り捨てるおそらくそれと同時に偶然残っていた未完成の小説すなわち翌日私が取りにやったものを発見してこれも何とか始末をしてしまう次に先に取っておいた露木の下手な遺書の原稿紙一辺を封筒に入れて死体の枕元に置く かくして改めて睡眠薬を飲んで床に入ったのであるこの場合自分で薬を作ったかまたは眠っている涼子を起こして作らせたかは私にもわからないいずれにしても露木が作っておいたものを飲まなかったことは確かだこの犯罪中涼子は2階で眠っていたと考えるのが正しいと思うしかし 仮に彼女が音で目を覚ましたかどうかして彼を疑ったとしてもやはり彼は安全なはずだなぜならばかかる場合に妻は決して夫を訴えるものではないもしまた殺された露木が彼女の恋人ならばなおさらのことだもし訴え出るとすれば自分の罪を暴くようなことになる 夫が我が恋人を殺したという理由を説明するがためには自分と被害者とが勘不勘不であると自白することを必要とするからであるその意味で彼の妻は死ぬまで沈黙を守るに違いない事実あれからのち一度でも白根夫人が夫のことについて何か語ったのを聞いた人はないのだ誠に この怪奇な出来事の秘密の扉を開き得る者は全世界にただ白根涼子一人があるのみである読者諸君私が今日想像しているあの事件の推移は今まで述べたところでほぼ尽きる私は想像というよりもそう信じているのだ私は法律家ではないが 私の考えが法律的には何らの証拠にならないものと思っているしかし私の考えに反対する事実が現れてこない限り私は露木は白根に殺されたものだと確信するのである恐るべきは世に探偵小説作家と呼ばれる人々の心である最後に私は二つの疑問を言っておく 知らねは露木が私の手元にあんな小説を送ってきていることは全く知らなかったらしいましてそれが半分のものとは知るはずもなかったけれどもしそれを知らねが知っていたとして彼はあのような犯行をしたであろうかどうだろうもし彼が露木を殺したあと確かにあったはずの露木の残りの原稿を見いださずして のちに他の人々によってそれが発見され私の手元についてそれが発表されたとしたなら白根藤一郎にとってそれはどんな影響を及ぼしたであろうもし不利なことが少しでも起こりえるとすればあれだけ考え抜いた白根の犯罪も実に重大な手ぬかりをしていたということになるのだ次に の死体を発見したのは涼子である彼女の言うところに従うと露木の部屋の障子が半分開いていたので偶然中を見て死体を発見したことになっているこの言葉は果たして信ずべきだろうか時は3月の半ばである障子は通常閉めてなければならないはずだ当局者の意見のように自殺とすれば 遺書まつくったつゆきは最後に障子を閉め忘れたまま自殺したことになるまた私の考えるように白根が殺したのだとすれば白根はその部屋を去る時に障子を閉め忘れたことになるこれはかなり大きな手ぬかりであり同時に捜査機関の手ぬかりとなるのだ私は良子のこの言葉がどうも信じられないのである 何か他のある偶然からして彼女が露木を見いだしたと考える方が正しくはあるまいかこの物語の中のいろいろなことからして涼子が露木をその部屋に見いだすことは必ずしも不自然だと考えられるのではなかろうか。